救いのヒーローブリブリザイモン参上。今度の映画クレヨンしんちゃんでは、私が世界を救うために超大活躍。お助け料は1億万円。お楽しみに。救いのヒーローブリブリザイモン参上。さあ、どんなことで救ってほしいのかな。よっしゃ、今すぐ我々の手で姫を取り戻そう。幕府の平和を守れるのは我々しかいないのだ。行くぞ。えい、帰らなきゃ。救いのヒーローは3時間しか働けない。私の出番のよう。さあ、どこからでもかかってこい。断る。私は常に強い者の味方だ。私はいつでも OK だ。で、何をするのだ。救い料10億万円ローンか。私に良い作戦がある。何？私一人だけではダメだ。三人揃って。ん？しんのすけを裏切り、相手側に寝返る。あ、もうタイムリミットだ。私のスーパーパワーを紹介したご機嫌なイメージビデオを見せてやる。チェックアウト！今までそのコンピューターに侵入できたウイルスはいない。しかし、今伝説が生まれようとしていた。あたり前田のクラッカー武器なんだ、火事か泥棒か、早く何とかしろ。110番、119番、いや177番。ふん、お前に私が倒せるかな。やかましい。この状況だと対決するしかねえだろボケ。勝負。そう、私は恐怖の支配者。世界中の人間どもが私の前にひれ伏す。そうか、これからは人助けをしようと思ったのにもうダメらしい。しんのすけ、本当は私のチンチンの方が大きかったよな。だがこういう時は嘘でもうんって言うもんだ。じゃあな。救いのヒーローブリブリザイモン参上。さあ、どんなことで救ってほしいのだ。言ってみろ、ゴロツキども。その娘を今すぐ離せ。さもなくば、な、お前が先に行け。勘違いするな。これは千歳飴だ。ラブラブラーメンか。悪を倒す前に腹ごしらえだ。腹が減っては戦はできぬ。チャーシュー麺一つ。おうおうおう、なんだこのチャーシュー麺。豚の毛が入っているではないか。なんだと失敬な。もう頭にきた。慰謝料として500万出せ。変な豚だと。聞き捨てならん。ゴロツキどもの仲間か。まとめて成敗してやる。待て、話し合おう。女房、親子じゃないのか。何、こんなおっさんになんであんな若い娘が。親分さん、今度店ぶっ潰してこじゃれたカフェにしやしょうよ。おい、お前ら、もう許さん。だからなんで。必殺ブリブリ派が炸裂するぞ。さてと、引き上げるか。救い料1000万ちょうだい。ローンもか。はあ、腹減った。先週から何も食べてない。ん？ここは？そうか。誰かが助けてくれて、風呂に入れてくれたのか。ありがたい。女子がああいう悲鳴を上げるということは。いきなり出てきて。見るからに怪しいやつ。若くてピチピチした娘だけって言っただろう。先に飯の続きだ。食った食った。よし、行くぞ。ん？あ、帰らねば。救いのヒーローは1日3時間しか働けないのだ。え？あ、私は回覧板を届けるとか、朝のゴミ出しをするとか、生活に根ざしたジャンルで助けるのが得意なのだ。もう、おっと、ブログを更新しなくては。1ヶ月も更新をサボってしまった。お、そうだ、先週のことを書こう。ブリッピーです。しばらくブログを更新してなかったので、皆さんからご心配の書き込みをたくさんいただいちゃいましたと。いやはや、一時はどうなることかと思ったが、私のような心強い味方がいて本当に良かった。というわけで、救い料2000万、クレジットもか。てめえ、うんこしてスマホいじってただけだろうが。
じゃリボ払いも OK。 絶対払わねえ。助けてくれ、ヨガのポーズが絡まった。グレームの私は救いのヒーロー、ブリブリザイモン。またの名はジャンピアール・アンドレイ・ジョセフ・ド・シャトー・ブリアン。おい、大事なことを忘れてないか。報酬、マニーだよマニー。これが負け犬の遠吠えか。卑怯暴虐は世の裏街道よ。勝てば官軍、天下は私のものだ。よっしゃ、天下取った。あんなものがあるから争いが生まれるのだ。なくなった方が世のためよ。おい、ところでスクイリオ、1500万円キャッシュで。お前も飛んだ。